キチャンネル。ショッ。こんにちは。10億円選手。ね、皆さんお待たせしました、はい、ね、コメント欄でも今年やらないんですかっていうところがありましたけど、はい、いやもちろんやります、はいはい、うん、でもですね、いろいろ取るものが多すぎてですね、はい、順番が後になったり、あと週刊ベースボールからあの年俸が出るまで待とうって言ってたら、はい、今年出ないっていう情報を聞いてですね、そうなんですよ、だからそれで取る機会を失っちゃって、はい、今日が、4月26日、うん、開幕してから1ヶ月です、はい、だから開幕して1ヶ月の情報を元に、はい、やっていきますから。そうですね、これはもう別にね、うん、どっちが、うん、あのハンデとかハンデじゃないとかないから、はい、平等だから、平等 で嘘もつかない、はい、開幕前と嘘をつくこともできるけども、うん、嘘ぶっこいても、はい、怪しすぎるから、うん、そうですね、うん、そんなの、はい、入れれるかみたいなね、そうですねあのそんなあの 嘘ついてまで能力高く見せたくないんで、うん、もうバラします。4月26日です、はいはい、あのロッテが6連敗した次の日ですさあということで、はい、もう一回ね、初めて見る方もいるかもしれないから、はい、ルールを説明すると、うん、予算は10億円です、はい、まあ、半年後、うん、だからまあ年末もしくはまあ年明けに向けて、はい、全選手の契約更改終わった時点で、うん、アップ数ね、アップ金額、うん、はい、だからパーセンテージアップ金額が一番多い方がどっちが勝ち、はい、でメジャーに移籍したもしくは戦力外になって、はい、NPB 所属からなくなった時点で、その選手の年俸はゼロ円になります。はい、去年私がそれを経験しました気をつけて、はい、今永渡米しちゃったからね。でも今永投手渡米したのにその子も私勝ちましたよね。勝ちますね、はい、1億4000万円マイナスからのなぜか勝つどうなってんだよ佐々木さんチーム頑張ってくれよ選手 ね、はい、だからそれですから、はい、で、これがまあスタンダードのね、はい、10億円選手だから、うん、ピッチャーリリーフ抑え、うん、ファーストキャッチャーファーストセカンドサードショートレフトセンターライト DH でこのポジションは1試合でもそのポジションを前年のシーズンで守ったことがあった場合、うん、そのポジションで取れます。取れる、はい、はい、だからそのポジションに守ったことがなければ取れません、はい、でもちろん DH は誰でも取れます、うん、はい、はい、っていうぐらいだね、うん、ルール3人ですね、うん、先発リリーフ抑えね、はい、これも抑えした人が抑えしたことあったら取れます、はい、だからセーブがついてたらね、うん、セーブがついてたら取れます、はい、了解です。で先発は1試合でもしてたら取れます、はい、リリーフ1試合でしてたらリリーフ取れます、はい、はい、これです。了解しました。ドラフト方式で、はい、先発からね、はい、順番に、うん、せーので言い合って、せーので言い合って、で、去年まではかぶったらじゃんけんだったらしいです、はい、どうしますか今年は。もうじゃんけんにしません。いいじゃんけんで、うん、かぶったら取れないもあるよ。さすがにチャンネルルール幅広がった方がいい。なんかそのかぶったら取れないの方が幅広がるよ。いやそうなんですけど、ね、かぶったら取れないだね。いやいや、かぶったらじゃんけんにしましょうよ。いやそうじゃないと、もうなんかあれだもんね、よく視聴者の人が言ってるのは誰それ取れるかだけ勝負じゃんみたいな。でも最近そういう人いなくないですか。いやいるから、いるから。います。うん、しかももうシーズン前だったら被らない可能性あるけど、うん、はい、シーズン始まってるから被る可能性出てくるからね、はい、うん、まあ今活躍してる人みたいな、うん、まあ被ったら取れないにしましょうか。あ、じゃあ被ったら取れない。取れないでいく、はい、そうしましょう、より面白く、それより面白くだから。まずじゃあ先発、先発から。先発やっぱいっぱいいるじゃないですか、うん、だから被らへんて、うん、先発は被らない。あ、予算10億円だからね、はい、だから12ポジションあるから、うん、12ポジションで、はい、12だよね、12、そうそう、12ポジションで、はい、予算10億円って、だから1人8000万だから、はい、予算。まあ予算そうですね、うん、平均で言えばね。あ、間違えた、抑え、はい、さあ先発ね、はい、12球団で、ちょっと私ここ行ってみようかなっていう。いいの、じゃあ、いい、はい、行きますか。行くよ。じゃあもう最初の先発、うん、はい、行くよ、せーの、宮城、山崎より。おお、宮城としてね。おお、まあ、山崎より、はい、まあ、ジャイアンツということで、ジャイアンツ、はい、ね、こうアップ幅多くなるやろうっつって、はい。いや私も第二希望宮城投手でした。うん、これもオリックスね。はい、宮城。私山崎伊織投手。宮城は1億6000万。で山崎投手が5000。はい、1億6000万。宮城投手が、山崎投手が5100万。あら、じゃああれだね、もう1億円だ。はい、はい。これも宮城は2億5000とかになっちゃう。今年頑張って、まあ、山本投手のね、分がありますね、うん、そう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 。リリーフ、リリーバー誰ですか。リリーバー、よし俺これでいいか、はい、どうぞ。ちょっと待って、いやリリーフもいっぱいすぎて
いっぱいすぎてどうしようってなるよね。山崎より最多勝取るからね、私僕言ってるけど。いや、そしたら一気のもう本当にジャイアンツだったら1億5000万かもしれない。いや、いや、ありますよ。いや、ちょっとここでお金使いすぎかな、そしたら。そうなんだよね。そうなんですよ、うん、お金使いすぎちゃダメだからね。そうなんです。いや、俺これ、いや、俺ここにしたいな、これにしよう。よし、ここで行こう。ちょっとここで行ってみよう、うん、リリーフね。はい、リリーフ。はい、せーの、西立。松本、西立。西立、俺もね、俺西立と松本と迷ったのよ。おお、西立で。で、俺はソフトバンク松本。おお、7000万。おお、佐藤さんが山寄ったら西立にしよう。俺だから松本見に行ったのよ、はい、去年1セーブとかやってねえかった。西立にしようと思って、はい、西立もあるからね。いや、ありますもんね。1600万から、うん、4000万から5000万とかあるね。ありますね、うん、十分ある。もし巨人が優勝したら、あ、でホールドとか取ったらね、はい、あるね、あるんですよ、ロックスあるね、はい、西立あるのよ。で、いくらですか。1600万じゃないですか。1600ですか。元が7000万で、はい、だって最高額1600万じゃないですか、今ルーキー。じゃあ1600が1位だから、うん、俺も松本は7000万から1億5000万になるか。いや、ありますね。あるある、あるある。で、しかもホークスも優勝した。はい、さあ、抑えです。抑え、はい、抑え。もう私、抑えこの辺決めてます。決めてんの。はい、最初から決めてました。決めてました。そうなの。はい、抑えは決めてました。かぶらなきゃつまんないよね。はい、でも意外と今年かぶんないですね。あ、でも野手はかぶるんじゃないですか。12球団が選んでるから。うん。そうでしょ。でもね、今までもピッチャーってあんまりかぶったことないですよ。そうだ、うん、野手でやっぱかぶるんですよ。かぶんなきゃつまらんやん。そうね、野手でかぶりますよ、きっと。よし、大体内野とかでかぶるんですよ。ん、そうなの、うん、よし、俺、よし、いいよ。だっていつも村上って言ってかぶってましたもん。はい、予算高すぎるからな。そうそう、もうちょっともうちょっと手が届かないね。はい、5億とか6億、はい、上がんないしね、はい、私最初の方とかやっぱ同じ人3回ぐらい連続3年連続で選んでどんどん上がり続けた人とかいますからね。じゃあ押さえね。はい、いくよ、せーの、大勢。ああ、やっぱここは来るか。そうでしょうね。 それはもう今年大勢頑張ってたらね、はい、年俸爆上がりするから。上がりっすよ、うん、それはもう仕方ない。じゃあ大勢投手は殿堂入り。うん、取れないのか。取れないの。それはもう取れない。よし、うわー、今2択で迷ってんだ。はい、いいですか。はい、せーの、森原。田中誠二。あの、森原投手と2択でした。ジャスティスで、うん、森原、5700万。田中誠二、3600万。キャッじゃあがこれどこ行くかなんだよな。ちょっと一か八か行こうか。じゃあ行くよ、せーの、山本。海、海、海が、はい、FA で、FA。 俺はもう、はい、あの、そんなに海は FA になっても年俸上がらないと思うんで、ね、本当ですか。だってもう今年海野も出てきてるから、はい、後がも育てようとしてた時に、うん、あのチーム内だったらそんなアホみたいにもうバカ上がりはせんやるっていう。バカ上がりしないかなで俺は予想してると思う。で、私はまだあるんじゃないかっていう、2億なんで、2億、うん、2億1000万でもやっぱり甲斐選手の存在はやっぱチームにとっては必要で、やっぱ残ってほしいから。だから俺はもうね、下手したら現状維持で、あの、何年契約、4年契約とか。ですかね。いや、もうちょっと安く言ってもよかったかな。よし、もうあるんちゃうか、うん、これ今で3億で4年契約いくらソフトバンクでもあんのかなっていう。で、またなんか最近海野がめっちゃ頑張ってて、はい、いい感じになってるから、ね、うん、そっちに期待値も流れていくやん、うん、で最近ソフトバンクも優勝してないから、はい、ネオス投手といつもね、海野を、ね、うん、組んでね。だからそこが若干怪しいって。いや、でも今年ソフトバンクやっぱ強いから、うん、優勝したらやっぱそのもう5周理想があるかもしれない。だったら坂本ちゃんですか。いや、それ迷ったよ、迷ったよ。7000万ですよ。そうですよ、めちゃくちゃ迷った。俺はもうここはね、ちょっと年俸抑えときたいから、はい、山本選手、うん、
山本はね2300万、5000万いくから、はい、レギュラー獲得だから、はい、今年はファースト、次ファーストね、ファーストよし、じゃあ、うん、ファースト、うん、あと外国人もいるからね、外国人、あー確かに、でもいいよ、もう私誰でも外国人の一番危険なところは、うん、いなくなったゼロ、そうそうゼロですから、だから私やっぱそこはちょっとね行きづらい、はい、外国人怖いんだよね、うん、いればいいんだけどね、はい、あと知らない間に複数年の可能性あるしね、うん、そうですね、じゃあいいですか、よしじゃあ、ここ行ってみよう、はい、せーの、坂倉、DeNA の佐野選手、これ広島坂倉、はい、いくらですか坂倉、1億2500万、佐野選手が1億5500万、よし次セカンド、セカンド、よし決めました、はい決めました、いいですか、はい、せーの、牧原、田中力也、これ牧原、はい、おお、あソフトバンクの、うん、私は中日田中力也、マッキーで1億円、はい、まあ、1億5000万ぐらいになるから、はい、ミッキーがルーキーなんで、あ、じゃあ2年目なんで1200万ぐらいじゃん、655万、あ、そんな低いですか、低コスパですよ、うん、まあじゃあ、だから1500万ぐらいになるんちゃう、そうですね、1600万か、1軍最低年俸ぐらいね、はい、最低でもサード決めてます、サード決めてんの、サード決めてる、いいですか、サード、せーの、小園、小園、小園選手ね、私は巨人の門脇選手、去年あのサードやってるので、ショートじゃなくてサードで、はい、サードで今年守らなかったらどうするんですか、え、そうですか、大丈夫大丈夫、去年か、うん、去年守ってるか、うん、今年ここまでで守ってれば OK、 うん、1回でも、はい、権利あるから、去年守ってたと思う、うん、そう、未来のことわからないんだろ、わかんない、うん、はい、あ、OK、うん、だから抑えとかも則本でもよかったわけよ、うんうん、今年もやってるからね、うん、逆に言うと開幕前だったら今年やってなかったら言えなかったかもしれない、ね、そうですね、公言されてたらいいけどね、オープン戦とかでもね、うんうん、はい、小園5400万、門脇3600万、ショート、俺ショートで門脇狙ってたのに、いやと思って先にサードで行ったんですよ絶対取られると思ってショートで、ショート誰にしようかな、よし、ここにするわ、私もここにします、はい、ショート、せーの、矢野、栗林、おお、広島の、広島の矢野です、いいですよね、紅林、うん、好きやな、はい、もう私毎年紅林選手なんです私紅林選手がまだスタメンでほぼ出たことない時から選んで、うん、徐々にずっと上がり続けてるんですよ、紅林、うん、好きやな、はい、まあ、俺はもう矢野が今頑張ってるから、はい、ね、うん、なんかオラ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 系だから、はい、ヤクルトの選手になんかいや、どこまでおんとか分からんけどね、正直紅林選手7200、やる1750万だから、おー、コスパいい、ここちょ、ここでちょっとバランス保たなきゃいけないから、う、ね、うん、レフト、レフト、かじゃあ決めました、決めた、はい、はい、いい、はい、せーの、細川、あ、細川選手ね、細川守ってた、レフト守ってます、はい、私は森下選手、去年レフト守ってます、うんうん、これ細川、森下翔太、3800万、これ細川は4500万、あ、ちょっと全体的にね、そう、落ち着いてるね、そうなんです、私去年とか、とあーもう買えないってなって、ちょっと世代交代してきてんのかな、うん、プロ野球界も、そうかもしれないな、こう見ていくとね、うん、よし、OK、決めました、決めました、はい、はい、せーの、シュート、絶対シュートよ、おー今年ね、シュート来てるからな、4500万、私は万波選手、うん、去年センター守ってました、うん、で、いくらだろう、8000万、2000万から6000万上がって8000万になって、はい、次1億3000ぐらい、いや、まあ結果次第だけどね、はい、今でもいい感じなんで、うん、俺はもう1億かなって踏んで2000万かって思って、うん、それだったらシュート4500万から1億あるなと思って、まあ、ソフトバンクありますからね、うん、優勝したらね、うん、ライト、ライト、もう私は大丈夫、はい、決めた、大丈夫、はい、ライト、はい、せーの、佐々木、ん、誰ですか、俺広島野間、おー、
まだ FA 持ってるけど、あと単年契約でまだ FA してないけど、うん、FA したそうやね。ああそうなんですか。わかんないけどね、常に単年契約で勝負してきてんで、ね、FA 持ってて2年間、で今年いい形でスタートしてるから、うん、今いくらですか。6800万。おで西川も FA したし、はい、誰、私あのジャイアンツの佐々木大魔神、大魔神佐々木俊介、いくらだろう、1200万ぐらいじゃん。1200ぐらいかな。さあ最後 DH は誰でも好きなのっていいからね。誰でもいいから佐々木、まあでも、まあ、いくらであろうと多分全然余裕だから。おいいですか。よし、あじゃ あいや今すっごい2択でめっちゃ迷ってる。2択、うこの人好きだからこっちで行こうかな。いいやん、潰し合って名前消そう。いや多分私ビッグマネです結構じゃあ行きますよ。じゃあ行きますか、うん、はい、せーの、マキ。ほらだから言ったじゃん、潰し合おうよっつって。嘘、マキ2億3000万だから俺いけるから。あ、本当だ、いけるんだ本当だ本当だ、浅田さんいけないかと思ってた。いや俺いける。2億5000とか2億3000だっけ。うんマキだから潰し合おうよって言ったじゃん分かってました、私の行きたいとこ、うんうん、もうマキが、私はルーキーの時からもうずっと選び続け、マキ爆上がりしてきたんで。俺もあの次も決めてるから。決めてます？うん、じゃあ決めました。俺 OK だ。はいはい、決めた。いいですか。はい、せーの、中野。これ中野。あ、かぶりそうだった中野かサトテルでした。中野1億5000万。サトテルも1億5000です、うん、はい、決めました。ってことは私だ、俺はね、だから9億1450万。はい、私も8億ぐらい。あ、じゃあ8億5755万。少ない。いつもあんなに足りなくなるのに。大山行っとけばよかったの。いや、そうなんですけど。2億8000万。2億8000万。でも FA、 はい、FA でしたっけ。 FA ですよ。 FA だっけ。うん、あ、見てなかったいけたのにでも大山中のサトテルでちょっと迷って、うんうん、でも、いやどうだろう。俺は最初大山行こうと思ったけど、はい、うわ2億8000か、足りひんやんと思って、うん、じゃあもう負けにしとこうと思って。え、FA だっけ。うん、そうっすよ、忘れてた。あー、そこ見落としてた。はい、OK、まあしょうがない。でも俺はこのファーストで大山行くほど予算使えなくなかったから、うん、あの最後で帳尻合わせていこうと思って、うんうん、なるほど。俺の中で、俺の中の FA は、うん、牧原、うん、FA なの。はい、牧原と野間。私佐野会、うん、ビッグマン。結局9億円までいったね。はい、結局は。私は9億いかなかったですね、うん、だから何気に俺山本とか矢野とか、うん、ちゃんと言っといてよかったね。うん、私毎年ビッグマネーガンガンガンって言って最後、うん、あと1700万しか取れないとかなってたんですけど、今年は1億は余らせちゃって、うん、結構私ルーキー行ったんですよね、うん、西舘投手とか佐々木俊介選手行ったんで、あと先発もそんなに使ってないのでね、うん、はい、というところです。だって甲斐と佐野で使っても、はい、甲斐と佐野と佐藤輝でもうあの5億円超えてるから。はい、それ以外がみんなあんまり高くないんですよ、うんうんうん、で1億余ってるんで私。予想年俸入れますか。うん、これまだ途中でやるから、うん、この段階で最終的に何億になってトータル何億みたいな言ってた。言ってたっけ。言ってた。去年入りだしてるんですよ。誰が何円アップでみたいな。この計算で勝つっていうじゃあちょっと計算しとこうか。ああ、やってみます。じゃあ俺ね、うん、宮城が2億円になります。はい、で松本1億5000万で、森原が1億円、山本雄大5000万で、坂倉が1億5000万、で牧原が1億8000もしくは2億円、うん、FA なんでね、はい、小園が8000万、うん、矢野が4500万で、細川が7000万で、周東が1億円で、野間が1億2000、はい、で中野2億円です。はい、これで俺なんぼ10、
予想年俸はトータル14億4500万円。9億1450万からだから5億3050です。そんだけ上がったの本当にすごい、勝ったね。じゃあちょっと私いきますよ。山崎伊織投手、まあちょっと最多勝とか取っちゃって、1億2000万。ほう、上がるね。上がるね。ジャイアンツそうしたら優勝してるかもしれないから。上がるね。1億2000万。西舘投手、そうしたら最多ホールドで、それでも5000かな。いやいや、それはもう自分で、自分が査定やっとく。5000万、田中正義と今日今年1年、まあ、頑張ってあのフルで投げて6000万。甲斐選手 FA で、うわ、なんか3億までいかない気がしちゃったな。ちょっとじゃあ、うわ、じゃあ2億5000万の複数年かな、2億5000。ああ、それプラス4000万。佐野選手1億8000万。田中幹也選手650か、そしたら3000万。門脇選手が8000万。紅林選手9000万。森下選手が倍で、まあ、じゃあ7000万。万波選手1億。佐々木選手が、西舘投手と、あー、4500。サトテル2億。このここの査定の人すごい甘いな。まあ、これ夢見ないといけないんだよ。高松さんの予想年俸は12億7500万。はい、で差額が 4億1745万。まあ、でも負けてます。負けてます。負けてるよ。4億1745万。あれ、負けてるの。負けてる。高松さんの方が甘いんじゃないですか。うん、あ、でもあれか、私ビッグマネーのところが全然上げてないんですよね、実はそんなにっていう。で、俺リアリティあるよな。 ありますね。俺だって多すぎかなと思うのは松本の7000万から1億5000万やね、はい、ここはホークスは優勝査定ちょっと入れてんね、そうですね。だからまあ下手したら1億円もあるんだよね、はい、であとはこの野間のほぼ倍が FA 絡みでっていうところがあるから、他はシュートこれもいったら1億いきそうやしな、ね、うん、うん、家庭市場の高い、細川とかは2500万アップだから、まあ別にそんな多くもないし、矢野も2800万ぐらいのアップやから、そんな別に多くもないし、小園も2600万ぐらいやから、まあまあ普通に頑張ったらこれぐらいは上がるやろうっていうところと、あと牧原は FA 絡みで8000万から1億円のアップ、だから俺多く言ってんの多分松本と牧原とシュートの間ぐらいやるな、中野も普通でやったら阪神で5000万ぐらい上がりそうやんな、私もサトテルで2億にしてるんで、あれ、どこが私足りないんですかね。まあ、山崎伊織投手、もしかして優勝したらじゃあ1億5000いくかな。多分ね、3冠ぐらいいかないと1億いかないかな。なかなかない。3冠ぐらいいかないといかないかな。まあ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 、でも全員がこの活躍するかわかんないから、650万から3000万のルーキーは、あのもうベストナインクラス、取らないといきなりドーンって、ね、セカンド取るかもしれない。問題は田中美希と佐々木なんですよね。そう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 、田中がずっと出ておいてくれないと渡辺が試合に、そうそうだから田中美希と佐々木はレギュラーにならないと、多分ここまで上がんないんだよね、そうですね、まあでもこれ夢の話だから、だからこっからだね、こっから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 の伸びしろだね。まだシーズン前しかやってくれるんで、そうですそうです、まだ始まってばっかりじゃない。そうですよ。これやっぱ答え半年後だから、そう、いつもこうやって不安になった日ながら3連覇したんで私。もう終わってるから、去年ね、去年負けた。去年でももう牧いないから。そうですね。そう、私の牧がいないんだよ。もう牧いないから。そうなんだよ。牧と平でめちゃくちゃ頑張ってきたの私は。牧いないから。そう平と牧を育ててきたんですよ私は。だからかぶったの誰、牧と誰かぶったの。大勢。あ、抑えね。そうだ、まあそれがね、はい、どうなるかっていうところで、はい、答えは半年後ですから、はい。